どうもこんにちは、源大です。今回は足のアップのヒットについてやっていきます。ポッピンの基本のリズム取りなので、迫力とグルーブが欲しい方必見です。アップのヒットができると、体のヒットを大きく見せたり、リズムに乗っている感じを一番表現できるので、ぜひ挑戦してみてください。それでは行ってみましょう。まずかかとの向きを変え、重心を変えてみましょう。この動きに頭を動かすパターンと、頭を真ん中で止めて腰だけを動かすパターン、どちらもやってみましょう。次にヒットをするときですが、お尻を締めてヒットを打つ瞬間に力を上に流すような感じで当てていきます。最後にかかとでボールのようなものを踏むような感覚で地面を踏んでいきます。この時に上半身がリラックスできているかどうかを確認してください。ここで気をつけるポイントですが、膝を後ろに当ててしまうと足を壊してしまうので、なるべくお尻を締めて上に持ち上げるようにしましょう。かかとで思いっきり地面をガンガン踏んでしまうと、音が鳴ってしまったり粗さが気になってしまうので、バネを意識しましょう。足で実際にステップをしながらでもヒットが打てるかっていうのを練習してみましょう。それではすごかっこいい動きを見てみましょう。